みなさん、こんにちは。これはプログラミングチャレンジ第5回グラフ第1部イントロです。では、今回の授業では、グラフですね、なんか、まあ、グラフについて今回の授業と来週のビデオもになります。で、まあ、グラフは2つに分けて、今週がデータ構図について話してて、で、それはなんかグラフの探索、幅優先探索と、深さ優先探索ですね。あとはなんかこの2つのグラフ探索を使っていくつかの競技プログラミングでのグラフ問題をについて話します。最後はミニモンイスパニングツリーについて、説明します。で、来週が主に最短経路ですね。今回は最短経路の問題ほとんど入ってなくて、来週は、まあ、最短経路のいろいろなアルゴリズムを説明します。では、まずデータ構造などから始めましょう。グラフの定義を復習すると、グラフが頂点 V と辺 E の2つのセットで定義されます。ですね。それぞれの辺が頂点の2つの間につないでいます。で、その2つを覚えると、いろいろなグラフの特徴を考えられます。例えば、辺の方が、ダイレクテル、方向性ありと、アンダイレクテル、方向性なし。ダイレクテルの辺を考えると、V1 から V2 の辺が、V2 から V1 の辺が違います。ですね。アンダイレクテルの場合だと、V1 から V2 と V2 から V1 が同じです。あと、辺と、頂点がつ、重みがついているかどうかという話もあるし、レーベルがついているかどうかの話もあります。まあ、この授業でレーベルはそこまで話さないんですけど、重みについてはアルゴリズムは結構変わります。ですね、self edge っていう英語で言うと、辺の話なんですけど、VI から VI の辺、例えば V1 から V1 の辺、V2 から V2 の辺ですね。あとは Mooch Edge。Mooch Edge がなんか同じグラフで、2つの頂点の間に同じ辺があります。例えば V1 から V2 の辺を2つが同じグラフに存在することは Mooch Edge と言います。ですね。ここは、なんかここは Mooch Edge ですよね。この辺が。で、ここは Self Edge ってことですね。あとは、グラフが、コネクテッドとアンコネクテッドっていう2つの種類もあります。なんでこの種類が重要なのかというと、まあ、まず、この種類が存在しているかどうかの問題があるかもしれないですね。でもそれだけじゃなくて、種類によっては、データ構造が使えるデータ構造と使えないデータ構造があります。例えば、なんかよくある、近似行列ですね。近似行列が Mooch Edge を対応できないですね。まあ、一つの理由すると。だから、なんかこの課題においてどのグラフが出るのかをちょっと考えて、どのデータ構造を使うべきなのかを考えられます。では、なんかちょっと問題とかについて考えると、コンピュータサイエンスでいろいろな問題がグラフ問題として表示することができます。まあ、今までの課題がいくつかのそれを見たことありますね。先週の、B パスとか、あとはなんか動的プログラミングがなんかダイレクテッドグラフとして考えることができます。では、その他には、例えば、まあ、地図の理解とか、ジオグラフィーの理解とかですね、地理学ですね、まあ、2つの場所の最短経路を探すとかはグラフ問題でありますですね。あと、なんかサイクルを使うのもこれもグラフ。あと、人間のネットワークですね。社会ネットワークで、ソーシャルネットワークとか、引き起こらすとかは、それもグラフ問題になります。コンピュータの世界に行くと、ステートマシン、つまりプログラムの動きを説明するステートマシンが、まあ、考えると、それはただの動的グラフ、ダイレクテッドグラフになります。ですね。あとは、なんか、自然言語とか、まあ、不自然言語でも、なんかその人工言語も、グラフ、文法がグラフで説明ができます。ですので、まあ、グラフは本当にいろいろなコンピューターサイエンスに出てきますので、ぜひ皆さん、なんかグラフの研究をしなくても、
グラフのしっかり理解することはとても大事です。で、それとも、なんか、まあ、それと同様に、まあ、競技プログラミングもグラフ問題がものすごくたくさんが出ます。ですね。まあ、例えば、なんか、どんな問題が出るかとかということは、VI と VJ の間の、頂点が、パスが存在するかどうかですね。まあ、もう一つの言い方は、VI と VJ がコネクテッドであるかどうかって言います。ですね。あと、まあ、パスが存在しても、どのパスが一番短いですね。それはなんか、辺の重みがあるとないで変わるし、あとなんか複数のパスの場合も探すことがあります。あとはなんかその、まあ、アルゴリズムの一部分で、それとも問題の目的としては、グラフに変異をついたりとか、変異を取ったりとか、そうすると、例えば、どれぐらい変異を抜けて、グラフがオンコネクトになるか。これは今週の課題に入っているですね、この問題は。あとは、なんかそのグラフの特徴をテストするの問題がいくつかあります。まあ前も言ってたね、なんか最短消えると、なんか一番長い消える、それも来週問題。サイクルが入っているかどうかとか。あとは、なんか頂点、なんかまあエッジがつないでいる頂点、これちょっと Vets with maximum number of edges っていうことで言った方ですね。などなど。のいくつか の, グラフタスクで、競技プログラミングの課題が作られます。じゃあ、今週の課題の例を挙げましょう。これはドミネーターっていう課題です。多分今週の課題の中はドミネーターは一番簡単な課題かもしれないですね。で、ドミネーターの課題が、まずこの定義、ドミネーションの定義を、あります。ドミネーションっていうのは、頂点 i が頂点 V をドミネートする。頂点 I を頂点 V をドミネートするために、頂点0から頂点 J の、パスすべては頂点 I が、入っています。つまり、V0 から VJ に行きたい場合だと、必ずあと VI に行かないといけない。そうすると VI が VJ をドミネートする。で、入力が、ダイレクテッドグラフの V ですね。で、アウトプットが、まあ、その、ドミネート関係の表ですね。こんな感じですね。インプットが、まあ、ケースが1つで、頂点が5つで、で、これは近似行列ですね。例えば、なんか、0から0が、あと変がないですね。0から1が変があります。0から2が変があります。0から3と0から4が変がない。で、これを見ると、どの頂点がどの頂点をドミネートしているかですね。まあ、これは多分簡単にわかると思うんですが、3が4をドミネートしています。なぜかというと、0から4を行くには、3が必ず取らないといけない。あともう一つ、ちょっと気にならないと気をつけてないといけないのは、1は1をドミネートしています。なぜかというと、まあ、ちょっと当たり前そうなことなんですけど、1をたどり着くために、1を取らないといけないですね。同じく0をドミネートしています。で、こう見ると、例えば0が、まあ、全てをドミネートしているんですよね。0は全てをドミネートしています。で、2と1が3をドミネートしてないんですよね。例えば3をたどり着くために1回りとか2回りとか出てきますので、1が1をドミネートしているけど、1は3をドミネートしてない。ですね。2、あ、そうですね、ですね。2は2をドミネートしてるけど、2は3をドミネートしてない。とかです。じゃあ、この問題を解くには、2つを考えないといけない。まずは、どのデータ構造を使うべきなのか。で、もう一つが、そのドミネートの、どうやって計算するのか。それはまず自分でちょっとこのビデオをポーズして考えてみてください。じゃあ、その2つの質問を答えましょう。まずデータ構造について、実はグラフを表示するにはデータ構造いくつかあります。この中を3つを説明しましょう。第1は、まあ、アジェイセントメトリックスですね。近似のメトリックスとなります。アジェイセントメトリックスが行列が
どの頂点がつないでいるを、表します。これは、ただの C でイントのエージェンシスですね。で、インプット、このメイト、挙列を作るには、for ループの2乗だけで入力を読みます。これを見ると、あと、もちろん、すべての、つなぎ方を読まないといけないので、少なくとも、これを使うアルゴリズムが OOFN の2乗ですね。で、プロが、メリットが、これはプログラム、すごいプログラミングしやすいですよね。あと、i と j の間の変異をチェック、あるかどうかをチェックしたい場合は、それはすぐ O of H で確認できます。ですね。でも、デメリットもあります。一つのデメリットは、ムーティグラフを表示はできません。ですね。例えば、i と j が2つの変異がある場合は、この行列がそれを表示をすることはできない。あと、変異が少ない場合、つまりスパースグラフ。スパースグラフというのは変異が少ないグラフ。変異が少ないグラフが、この行列はほとんどゼロになっていて、ちょっとメモリのもったいないになります。もう一つが、あと、例えば、R 頂点 VI のすべてのネイバーを計算したい。ですね。すべてのネイバーを計算するには、これは O of N がかかります。ですね。その行列の一つの行をすべてをチェックしないといけない。だからそれはちょっと時間がかかります。じゃあ、特にこの3つ目のポイントについて、この2つ目のグラフデータ構造を見てみましょう。これは Adjacent List です。グラフじゃなくてリストです。それぞれの頂点に対して、その頂点につないでる変異を、リストにします。それはまず、タイプデフで、変異がイントイント。最初のイントが、目的の変異の頂点ですね。二つ目のイントが、ウェイト、重みですね。で、グラフが、このベク、あ、すいません、このベクターエッジが一つの頂点に対して全ての、変異が入っているのリストです。最後はグラフがベクターのネイバー。だから、ベクターのベクターのペアが、このグラフのデータ構造となります。ですね。で、読み込む場合は、全部読んで、で、if i イコール1の場合だと、エージェンシーリストのプッシュバックをします。このデータ構造のメリットが、メモリが最小化になりますね。あまり使わないですね。で、モーティグラフを表示はできます。ネガティブが、i と j の頂点が変がついてるかどうかをチェックするには、i のすべての変と j のすべての変をチェックしないといけないですね。行列だと、O of 1なんですけど、ここは O of log v。で、ここはちょっとクイズです。なんで O of log v？ なんで O of v じゃないです。それを考えてみてください。これは答えしないですけど、これを考えると、もう少しこのアルゴリズム、グラフの探索の方法を理解しやすくなります。では、もう一つのグラフ、あとデータ構造を説明します。1番目と2番目が、みんなを考えたことがあると思いますし、実装したことある人も多いんじゃないかと思います。3番目はちょっと珍しいグラフデータ構造なんですけど、今週の授業には使います。これはエッジリストです。つまり、あと、前の2つのデータ構造が頂点指向、Vertex がメインです。でも、ここのデータ構造が変がメインです。ですね。変のリスト。で、あと、データ構造はまずペアがイントイントエッジ。このペアが頂点 i から頂点 j、i と j を保存する。ですね。で、このリストがこのすべてのエッジをストアします。だから、i と j が、これはドミネーターの入力の場合ですね。i と j が1の場合だと、プッシュバックパー1と、ペア ij となります。この最初の1が重みとなります。これはね、AMST、ミニムスパニングツリーのアルゴリズムに使います。他のアルゴリズムにも使います。ですね。で、このリストで、2つの頂点が隣同士かであるかをチェックするために、まずこれをソートして、で、微分探索を行います。このリストで。
では、グラフのデータ構造を話してから、グラフの一番基本的な探索アルゴリズムを説明します。それは BFS、Breadth First Search、つまり幅優先探索、と DFS、Depth First Search、つまり深さ優先探索ですね。まあ、これから BFS と DFS を言います。で、BFS と DFS が何のためのアルゴリズムかというと、まあ、つまり VS の頂点から V までのパスがあるかどうかをチェックする。パスの長さを関係なず、ただパスをチェックしているだけです。ほとんどのグラフアルゴリズムは、まずこの BFS と DFS から始めます。ですね。DFS が、頂点を、新しい頂点を読み込むときに、その頂点の一番最初の辺をすぐチェックします。ですね。DFS が頂点の順番が何も保証がありません。頂点がどの順番でも来ることがあります。辺の順番によってですね。で、DFS が再帰還数、あるいはスタックで実装しやすい。それに対して BFS。BFS は、なんか、始めた頂点から、近い頂点の順番で、探索します。ですので、ある程度で順番が予想ができます。で、BFS の、実装が新しい頂点をリストに入れて、で、そのリストをなんかループで、チェックします。じゃあ、2つの、違いはこんな感じになりますですね。ここから始めますと、まず両方が、まあ、一番最初のベーテックスを見て、BFS がこの頂点から次の頂点を見る。BFS がなんかその距離一致の頂点を探している。で、3つはまあこれをここにます。DFS はここに行くかここに行くかよくわからないんですよね。なんか入力の順番によって。で、またここに行きます。じゃ次は、距離2を、検索しています。距離2を検索しています。で、これはもうここに行きました。で、距離2を検索してますね。で、もうまだ深く行ってます。で、これも渦巻きな感じですね。ここはなんかその距離の近い順番で行ってます。DFS の実装。まあ、いろいろなやり方がありますけど、これは一つだけですね。ちなみに DFS と BFS は両方 O of V プラス E と考えるといいですね。実装がうまくいけばもう少し早くできるけど、でも O of V プラス E 基本的ですね。で、DFS が、まあ、これは Adjacent List で、実装しました。で、これは再帰還数の実装です。まず DFS Vs がどの頂点がたどり着いた、どの頂点をビジットしましたか。最初は全部は0で、で、再帰還数に入ると、まず、その今、たどり着いた頂点を、位置をつきます。で、次はループで、まあ、次のエッジを、なんか、この V に対しての最初のエッジを取って、で、すぐ、ビジットします。またビジットしてないだと、すぐビジットします。これだけの再帰還数。この do something が、まあ、何か計算してると思うんですね。なんか、何かカウントしてる頂点の辺とか、なんか目的頂点に着いたかどうかとかですね。それに対して、これは BFS のあと実装の一つです。同じく、なんかビジットされたかどうかのリストがあって、で、Q が使います。この Q だと、なんかその順番を守ります。で、最初の頂点を Q の頭に置きます。で、ループして、この Q がまだ物が入っている場合だと、Q の前から頂点をポップして、で、その頂点、ポップした頂点をビジットします。ですね。で、なんか、その頂点の辺をすべて Q に入れて、で、あと次の頂点へ行きます。まあ、BFS と DFS は大体同じ、コストになります。データ構造によっては BFS と VFS の構造が変わります。例えば、Adjacent List だと BFS と DFS が OV プラス E で実装ができます。Adjacent Matrix の場合だと OV の、O の V の2乗です。なぜかというと、それぞれの頂点に対して、それぞれの辺をビジットしないといけない。で、それは Adjacent Matrix の場合だと、それは O of V になります。ですね。グラフが、辺が少なければ、こっちの方、Adjacent List が早い。
変が多いグラフだと、まあ、両方があまり変わらないですね。じゃあ、あと、前のドミネーターも課題の、あと、解き方を見せましょう。ドミネーターが DFS で解くことができます。基本的なアイディアが、まず VJ が VI、あと VJ が VI にドミネートされると、V0 から VJ のパスがすべて VI を取ることです。ですね。それを考えると、VI がなければ V0 まで VJ、V0 から VJ まではいけないっていう意味です。だから、VI が VJ をドミネートするかどうかをテストするには、まず VI グラフから抜けて、VJ にたどり着くかどうかをチェックする。これは DFS か BFS で使います。で、それぞれの I を抜けると、どの VJ がドミネートしているかどうかをチェックすることができます。まあ、これは多分単純なアルゴリズムで、まあ、この問題はあまり大きくないから、このアルゴリズムで解くことができます。まあ、実装が大体こんな感じです。もちろんこれは全てではないですけど、まずこの特別な DFS を作ります。DFS2。DFS2 がスタートノードと抜くノードですね。抜くノードが来たときに何もしないという感じです。で、こうすると、なんか i 頂点なしで s からどこまでいけるのかをチェックする DFS です。ですね。で、まず、DFS0、0からあとたどり着くノードを全てをチェックする。で、これは visited になります。で、これで、なんか、0がドミネートしている頂点をすべてチェックできます。で、次は i から n まではすべてを DFS 中でビジットして、で、なんか j がビジットされたら、i が必要ないとわかります。j がビジットされなかったら i が必要とわかります。ですね。まあ、だいたいこれぐらいのアルゴリズムで、あとドミネーターを実装することができます。はい。これは第1ビデオの終わりとなります。第2ビデオでは、なんかよく出てくる、競技プログラミングのグラフ問題について説明します。では。